はいどうも、ほっしーです。今回はですね、鬱を治すためにやめた9つのことというテーマでお話していきたいと思います。で、私はね、うつ病を経験して回復してもう5年ぐらい経ってるんですけど、自分がうつ病を治す時にこれ本当に良くなかったなと思ってね、やめたことがいくつかあるんですね。で、それをやめた結果、自分にとっては回復のペースが早まったなっていうふうに考えられるので、それをね、ぜひ皆さんにご紹介したいなというふうに思います。まず一つ目はですね、アンチ精神科を検索するですね。まあ、このアンチ精神科っていうのは、要するに陰謀論ですよ。精神科の医者はなんか薬をいっぱい投与してモルモットにしているとか、薬で金を儲けてるとかね、まあ、薬で金儲けてるのって精神科医じゃないんですけど、まあ、そういうふうに書いてる人もたくさんいるわけですね。で、これね、困ることにお医者さんとかもね、そういう人いるんですよ。まあ、精神科医も何人かいるけど、内科の先生とかでね、まあ、結構有名な人いるんですけど、そういうアンチ精神科とか精神医学の人とかもいるので、なんかこうお医者さんが言ってるからそれ大事な情報なんじゃないかって思っちゃうこともあるんですよね。で、悪い情報ほどね、本当に目立つので、そういうの検索しちゃうと私みたいにこう弾薬してしまうみたいな最悪のケースを経験してしまうこともあるので、ぜひ気をつけてください。いや、本当に精神科医とか精神科がやべえやつだったら、もうとっくの昔に国が成敗してると思うんですよね。だって保険診療って国がお金を負担してることになるので、そんなところにね、お金出そうなんて国も思わないじゃないですか。だからちゃんとやってるのでね、そこは安心してください。で、2つ目はですね、暗いニュースを追うですね。暗いニュースっていうのはネガティブなことがどんどん浸透してくるんですよ、体の中にね。で、これを撮影してるのがね、5月の6日なんですけど、この時点ではですね、まだ日本ではすごいコロナが騒がれてるんですね。で、コロナだって実際の数字ベースで見た時の情報と、メディアがすごい喧伝している情報とって比較すると、やっぱりこうメディアっていうのはすごく大げさに言ってるなっていうふうに私は感じるんですね。まあ、もちろんね、重大な問題であることには変わりはないんですけど、それにしてもこう、まあ、毎日感染者を発表するのはいいにしても、なんか先週と比較して何倍とかさ、何パーセント増みたいなっていうとさ、やっぱ私たち怖くなっちゃうじゃないですか。どんどん増えていってるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですよね。でも例えば他の国と比べると国民の感染率は実はすごく低かったとかね、そういうデータがあったりとか、まあ、ほとんどの人は実は重症化しないとかね、そういうデータがあったりとかするわけですよ。まあ、もちろんだからといって軽く見てはいけないっていうのは分かってるんですけど、でもなんかあまりにもね、私たちを怖くさせる、恐怖にさせるようなね、情報っていうのはすごくメディアが出してる、メディアっていうかテレビですね、テレビはすごい出してるなっていうふうに思います。で、テレビっていうのはやっぱり視聴率取ってなんぼだし、広告 CM があるじゃないですか。間に挟む CM で、その CM の契約料とかで食ってるっていうところがあるので、人を怖がらせるっていうのはすごい大事なんですよ、心理的に。怖いなって感じる時ってみんな買い物するので、すごくね、そういう心理の作用が働くので、テレビって実はそういう側面もあるんだなっていうことは覚えておいてもらうといいかなと思います。3つ目はですね、 SNS で鬱という単語を検索しまくるですね。残念ながらですね、やっぱり SNS にはこうしたら鬱良くなったよとか、鬱ってこういうとこあるよねみたいなポジティブな情報ももちろんあるんですけど、ただやっぱそれ以上にね、ネガティブな情報がすごく多いんですね。例えば死にたいとか、消えてしまいたいとか、あいつを恨んでいるとかね。で、そういったネガティブな情報っていうのは見るとやっぱり自分の体の中に入ってきてしまうんですよね。そしてそれに染められて自分もすごくネガティブになってしまうってことが起きてしまうんですよ。SNS に書き込むっていうこと自体は私は悪いことだと思ってないです。吐き出すのでね、自分のネガティブな感情を吐き出すっていうのはすごく大事なことだと思うし、紙に書いてもいいし、ネットに書くのも自由だと思ってます。ただそれを見るっていうのはあんまり良くないなと思ってるんですよね。書くのは吐き出す行為ですけど、見るのは取り入れる行為になるので、自分がどういった情報を取り入れるのかっていうのはすごく慎重に考えてほしいなっていうふうに思います。で、4つ目はですね、うつ病の理解を他人に求めるですね。やっぱりどうしてもうつ病っていうのはね、経験してないとなかなか理解できない病気なんですよ。まあ、私はね、理解を求めるために、うつ病ってこういうものですよっていうために情報発信というのはどんどん続けていきます。日本人のメンタルヘルスの意識をね、向上させたいなっていうふうに考えてるんでね。ただやっぱりリアルの友人とか自分の家族とかに対しては理解は求めないことにしてます。で、この求めないってことが実は大事で、理解を求めないことによって理解されていくんですよ。これね、ちょっともしかしたら意味がわからないと思うので説明するんですけど、自分が理解を求めないことによって、自分が感じる、今すごいこの人私のことを理解してるなっていうハードルが下がっていくんですね。で、ハードルが下がることによってこっちの態度もね、軟化していくんですよ。要するに柔らかくなっていく。まあ、言うて体験者じゃないから理解できないのも無理ないよねっていうおおらかな姿勢になるので、周りの人たちもなんかね、もっとうつ病のことを理解しようかなっていうふうに自然に変わっていくんですね。
だから私の家族は相当変わりましたね。まあ理解してるかって言われると、まあ理解してるとは言えないかもしれない。言えないかもしれないんですけど、明らかにね、態度は軟化しました。で、自分でうつ病の本買ったりもしてたんで、私はそれ見て結構びっくりしたんですけど、まあ私が出した本は読んでないらしいんですけどね。はい。まあそれはともかくね、態度が軟化してくるので、ぜひね、理解を求めすぎないってことを大事にしてみてください。で、5つ目はですね、ネットでうつ病仲間を探すですね。これね、最初はすごくいいんですよ。やっぱり自分のことをすごく分かってくれる、すごい共感してくれるっていう人と仲良くなれるんで、ネット上でうつ病仲間を探すっていうのはね、最初はすごくいいんですけど、どうしてもね、人間関係って揉め事は必ず起きるんですよ。で、一般の人同士でも揉め事が起きるとすごいきついし辛いじゃないですか。でもね、うつ病患者同士で揉め事が起きると、これはね、すごい大変なことで、やっぱり悲しいのはね、どちらかもしくは両方の症状が悪化してしまうってことが起きるんですよ。人間関係のストレスってすごく半端ないし、今まで仲良くしてた人と関係性が断たれるっていうのはね、すごいショックなことなので、ぶっちゃけ私は程よい距離感で付き合うっていうのがいいと思っていて、程よい距離感ってどういうのかっていうと、例えばツイッターで言うと、たまにリプライを送り合う仲だとか、まあ、どちらかが発信側、私みたいに発信側で、どちらかが受信側の関係性でいるっていうことですね。例えば1対1で電話するとか、1対1でダイレクトメッセージでやり取りするとか、まあそういうのは控えた方がいいんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。で、6つ目はですね、昼夜逆転の生活ですね。これやっぱり睡眠の質が落ちてしまうし、もう質っていうのはね、もう全てを凌駕するんですよ。精神科医に怒られるかもしれないけど、怒られるの覚悟で言うなら、睡眠の質がすごく高ければうつ病にはならない、もしくはうつ病も治るっていうふうに言ってもいいぐらいですね。もう睡眠の質というのはもうえぐいものがあります。で、もちろんね、その夜型の人もいると思うので、一概に何時間寝るのがいいとか何時に寝るのがいいとかっていうのは言えないんですけど、さすがに私の YouTube を見てくださってる方っていうのは最低でもまあ15年以上は生きてると思うので、その15年以上生きた経験の中でね、自分は何時間睡眠がいいとか何時ぐらいに寝るのが一番睡眠の質がいいなっていうのはなんとなく分かってると思うんですよね。なので、その質をね、ちゃんと守るようにしてください。これは本当にすごく大事なことなので、もうこれね、大事すぎて私めちゃくちゃ寝具に金かけてるんですよね。お金がない人でも寝具にお金をかけるっていうのはすごく意味のあることだと思うので、こちらもね、ぜひ検討してみてください。で、7つ目はですね、できない自分を責めるですね。これね、病気だからできないっていうのはもう当たり前なんですよ。他人と比較せずに、自分ができることは何なのかっていうことを、もうスモールステップで、もう小さなステップでやっていくってことがね、めちゃくちゃ大事になっていきます。例えば私の場合で言うと、散歩ですね。散歩を、今だったらね、1日30分以上必ずするし、ずっと早歩きで歩いてるんですよ。もうこれダイエット目的っていうのもあるんですけど、もうこれはね、慣れてるからできるんですよね。私も最初はね、1日5分の散歩でもすごい辛かったんですよ。なので1日1分とか、例えば家から一歩出るとか、もうほんとそんな意味あるのみたいなレベルのところからやっていって、今の状態になったんですね。で、どうしてもね、1日1歩しか出れないとか、1分しか散歩できないって状態だと、例えばホッシーさんって30分散歩してんだよねとか、他の何々さんは1時間も歩いてるんだよねみたいな感じで比較してしまって、自分って本当にしょぼいなっていう風に思っちゃうんですよ。でもそういう風に思うと、どんどんできなくなっていってしまうので、もうちょっとでもできたら、いや、よう頑張ったねと、もうなんか小学生の子供を褒めるような感覚でね、褒めてあげてください。いや、我々やっぱりね、褒められないと伸びないですよ。誰でもそうだと思う。褒められないと伸びないので、ぜひね、褒めてあげてください。で、8つ目はですね、復帰の期限を決めるですね。復帰の期限を決めるのは良くないってことなんですけど、その日までに復活できるっていう保証はないわけですよ。例えば、休職期間中で休職が明けるまでに必ず病気を治そうって、決めたくなる気持ちはすごくわかります。わかるんですけど、それを決めることによって、もうただただプレッシャーかかるだけなんですね。あと4ヶ月、あと3ヶ月、あと2ヶ月、あと1ヶ月。どんどん期限が迫ってきてるのに、私は全然良くならないっていう感じで焦ってしまうんですよ。で、焦った結果どうなるかっていうと、なんかすごい怪しい情報商材に騙されてしまったりとか、抗うつ薬は実は弾薬した方がいいんじゃないかみたいな情報に踊らされてしまったりするわけですね。で、そんなんで余計に悪化してしまって、どんどん長引いてる人っていうのは本当にたくさんいるので、私はあんまり期限は決めない方がいいなって思ってるし、私自身も期限を決めなかった方が回復のペースは早まりました。で、最後、9つ目ですね。9つ目は、Facebook と Instagram ですね。私にとってこの SNS っていうのは、私もインスタはやってるんですけど、基本的に Facebook と Instagram ってこうマウント系の SNS なんですよね。
輝いてる自分を見てくれっていうような SNS なので、やっぱり他人のそういうキラキラした部分を見るっていうのはね、辛いなっていうふうに感じることがねすごく多いんですね。で、特にうつ病の治療中の人にとってはこれはかなり精神的なダメージになるので、まあ、私はあんまりやらない方がいいかなっていうふうに思ってます。まあ、ただね、困るのが私はインスタグラムでも実は情報発信してるんですね。時々 YouTube で上げてる短い動画あるじゃないですか、縦のね、あれをインスタグラムでも上げてるので、まあ、それだけはねちょっと見てほしいかなっていうふうに思います。そこだけフォローしておいてもらえるとね嬉しいかなというふうに思います。はい、まあそれはね冗談ですけどね。はい、というわけでね9つ発表してきました。1つ目はアンチ精神科を検索する、暗いニュースを追う、 SNS でうつを検索しまくる、うつ病の理解を他人に求める、ネットでうつ病仲間を探す、昼夜逆転の生活、できない自分を責める、復帰の期限を決める、Facebook と Instagram という9つでした。まあ、もちろんね、当てはまってるからといって、うつ病が絶対に治らないのかっていうと、そんなことは一切ないんですけど、ただまあ私の経験上で言うと、この中の一つでも当てはまってる場合は、まあ、メンタルに良くない行動をしている可能性があるとは思うんですよ。まあ、この行動をしないことによってうつ病が治るみたいなことは絶対言えないんだけど、ただこの行動をしているとメンタルには良くないよねっていうことは確実に言えると思うんですね。なので、ご自身ができる範囲でね、当てはまっている場合は少しずつ改善していってもらえると嬉しいなっていうふうに思います。でもしですね、私の YouTube 見てくれてる方で、私もすでに寛解してるよって方がいらっしゃったらですね、コメント欄の方に、私はこれやってよかったよってことをね、書いてもらえると、みんなの参考になるので、ぜひよろしくお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。